維新の会の創設者で前代表の松井一郎氏が、萩生田光一元政調会長、東京24区の応援に入った一件で、内紛勃発だ。東京24区は、維新が、元都議の佐藤由美氏を擁立しているが、松井氏は19日、選挙区の八王子駅前で行われた、萩生田候補の街頭演説会に、応援入り。約300人の聴衆を前に、 政党関係なく今日は、名誉の応援のために来ましたといらん、男気をアピールし、維新の人が立候補していたとは知らず、維新のメンバーから、勘弁してよというメッセージが来ましたが、もう引退している身なのでと言いつくろった。いくら、隠居の身とはいえ、よりによって、裏金2728万円の萩生田候補を応援する、利的行為に、維新内部は大荒れ。 ババ代表自ら松井さんに、萩生田の応援に入るのはやめてほしいと、諌めるべきだとの声が上がった、ある議員という。ババ代表を直撃すると、松井氏が応援に入る前日、ネリーマクでマイクを握った、ババ代表を日韓現代が直撃すると、松井を止めてほしいという事実はあったと認め、こう明かした。萩生田候補の応援については、よく考えてほしいと、 松井氏に言いました。松井前代表は、義理人情に熱い人間ですから、なかなか頑固なところもありますんで、大阪弁で言うと、しゃーないおっさんやなと。松井氏が詩人であることを理由に、お願いするそれ以上のことはできませんので、ただ、みんなの思いはちゃんと伝えていますからと続けた。かくして、維新関係者は、 とりあえず馬場さんは松井さんに伝えたのだろうがアリバイ的にしか見えないと肩を落とすのだった不協和音が聞こえる中維新は過剰の大阪から半島を広げる全国政党化に不信しているが現状は厳しい独自候補を立てた163の小選挙区のうち大阪以外で維新がリードあるいは先行する候補を数ポイント以内で追うのは福井2区愛知10区 中が1区、京都2区、兵庫パック、和歌山1区、福岡11区の7選挙区のみ、解散直前に教育無償化を実現する会から維新に合流した京都2区の前原誠治前代表だけが圧倒的リードで、他は大接戦を強いられている。頼みの大阪も7、13、16、19の4、選挙区で自公候補にリードを許し、5、 6 2選挙区は猛追を食らう創設者が生んだ不協和音も解消できないようでは長楽の一途もやむを得まい裏金隠しの総選挙で維新と同様に窮地に立たされているのが野党候補との差し勝負に臨む自民党公明党の候補者の面々だ関連記事一覧に自公落選危機器23人の名前が載っている以下は視聴者からのコメントで 松井の応援で、萩生田の票が増えるとは思わないが、それにしても、維新の本質がよくわかる。かつて民主党が政権奪取した時は、維新も国民もなかった。共産党は別として野党は、民主党一択だった。自民批判票を民主党が相手に受けて、山が動き政権交代が実現した。ところが今は自民批判票の受け皿である野党が、バラバラに分かれており、 票が分散することで、今回もそうだが、自民党が比較第一党を楽々と守れるため、たとえ今回与党が過半数割れしても、政権交代は起こらない。すなわち、維新とか国民は、自民党延命装置として存在しているのが実態。そんなところから、松井の行動はなるほどとは思うが、それにしても、この東京二十四区は維新の候補もいるのに、あまりにも露骨。橋本さんや。 吉村さんに問いたいですね。一体維新という政党は何者なのか。誰を応援しようと良いことだと思いますが、裏金は消せない犯罪だと思います。民意がどのように反映されるのかもわかりませんが、今よりは良い代表者が選出されることを切に願います。